い、こんにちは、泉ひなです。今日はですね、じゃじゃん、久しぶりにドラッグストア購入品を紹介していきたいと思います。はい、ということでですね、まあ、久しぶりに薬局に行ったというか、薬局に買いに行かないといけないものがあったので行ったんですけど、まあ、ついでにちょっと欲しかったコスメとか髪の毛用品とか、まあいろいろ購入してきました。もうさ、ほんと久しぶりに薬局行ったらさ、めっちゃテンション上がっちゃって、気になるものいっぱい買ってきたのと、まあ全部ね、なんかテスターとかしながら紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。それではレッツゴー。今回はですね、まず何を目的に薬局に行ったかというと、じゃじゃん、こちらハンドソープを買いに行きました。もうね、家にあるハンドソープが全然なかったので買わないとと思ったら、薬局さ、どこもすごい売り切れだったんですけどね、唯一1店舗だけ見つけたんですよ。で、今回購入したのがこちらのミセスマイヤーズクリーンデーというハンドソープの、ラベンダーの香りを購入しました。で、これが 1.547 円で購入しました。私が行った薬局ではこのね、ミセスマイヤーズのハンドソープだけいろんな香りでいっぱい売ってたのに、他のハンドソープ全部売り切れだったんですよ。ただね、私これ初めて見たんですけど、めっちゃいいなと思って。何があって、見た目めっちゃ可愛くておしゃれじゃないですか。結構ハンドソープってかなり生活感が出るので、容器に詰め替えたりとか私もしてたりするんですけれど、これはさ、パパッと置いてってもすごい雰囲気も出るし、可愛いし、めっちゃいいんじゃないかなと思いました。出してみるとこんな感じ、透明の感じですね。ラベンダーの香りなんですけど、あ、本当にラベンダーの香りめっちゃする。めっちゃいい匂い。なんかあんまりきつすぎずで、なんか甘いっていうよりは本当に爽やかな感じのラベンダーの香りですね。これもいろんな香りあったんですけど、私ねすごいラベンダーの香り好きなのでこれにしました。ちょっと洗い流してきます。これさ、洗い流した後もめちゃくちゃいい香りします。これめっちゃいいわ。すごいお気に入りになったかも。で、これはですね、なんかエッセンシャルオイルとかアロエベラとか結構保湿成分も入ってるから、ハンドソープね、結構最近は手洗う機会かなり多いと思うんですけど、もう手が乾燥しがちじゃないですか。でもそういうさ、保湿剤が入ってくれてるのはすごく嬉しいですね。で、パラベンと着色料は不使用みたいです。やっぱこのパッケージがすごい可愛いですね。このね、くすんだラベンダーカラーがめっちゃ可愛いですし、他の香りのやつも全部可愛かったです。まあ、最近はさ、ハンドソープも結構ね売り切れてるところが多いので、皆さんね頑張って探してると思うんですけど、このねミセスマイヤーズのハンドソープもし見つけたら買ってみてください。他の香りもちょっと私気になるわ。めっちゃ本当にいい。これで500円ってすごい安いと思います。じゃあ次2点目はですね、じゃじゃん、こちら豆乳イソフラボンのジェル美容液マスクというものを購入しました。これが、5枚入りで800円で購入できます。はい、この豆乳イソフラボンのさ、化粧水とかってめっちゃ人気だし、実際使った感じもねすっごい保湿感たっぷりで、もっちりお肌がなってくれるんで、私元からすごい好きなんですけど、ジェル美容液マスクってめっちゃいいんじゃないかなと思って気になって買ってみました。これが1個で500の活躍をしてくれるみたいで、化粧水、美容液、乳液、クリーム、パックの役割を果たしてくれるみたいです。まあ、だから手軽にめちゃくちゃ保湿したいなって思う人か、いつもよりさらに保湿したいなって思う時に、まあスキンケア化粧水した後とかにやってもいいですし、これだけ使ってもいいですしって感じで、もうとにかく保湿ができるんじゃないかなと思いまして、私はパックはですね、普通のパックももちろん好きなんですけど、こういうジェル状のやつってめっちゃ好きなんですよ。なぜかというとね、つけ心地がすごくいいし、なんかつけ終わった後もなんかお肌がプルルンと潤った感じがするのでね、すごい好きなんですよ。結構豆乳イソフラボン化粧水とかも本当に好評だから、かなり信頼度が高いのでね、この濃いジェル美容液マスク、私も気になってるので、ちょっとまたね、なんか Get Ready With Me とかメイク動画の時にねレビューしますね。まあ5枚入りで800円だったら結構安い方なんじゃないかなと思います。じゃあ次はコスメを購入してきました。じゃあまず1点目がじゃじゃん、こちらキャンメイククリームチークの CL01 番を購入しました。この CL1 番っていうカラーがクリアレッドハートっていう香りで、まるで本当にほっぺを分からめたようなキュートな血色感みたいなカラーらしいです。私は最近チークにめちゃくちゃハマっていて、その中でもキャンメイクのクリームチークは本当にねめちゃくちゃ愛用してるんですよ。というのもね、内側からじゅわっとねこう血色が溢れ出てるような発色の感じとか、あの発色の良さとかツヤ感とかがすごい気に入っていて、これもね新しく購入してみました。じゃあまずチークは近くで見るとこんな感じです。クリアのねなんかダイヤモンドみたいな形で、ここのね開ける部分がリボンになってて、すごいパッケージも可愛いです。開けてみるとこんな感じです。めっちゃ色が可愛くないですか。クリアレッドハートという名前の通り
すごい赤みの強いチークです。でも見てわかるこのツヤ感とか、もうこの感じコスメオタクにはたまらんと思う。で指に出してみるとじゃじゃん、こんな感じでつきます。このツヤツヤのとこにね指をつけてしまうもったいなさわかるでしょうか。でもつけちゃう。で手に出してみるとこんな感じです。おー、しっかりと発色してくれますね。私赤系のチークって一個も持ってなかったので、すごい可愛いわ。なんかね発色はしっかりしてくれるんですけど、発色しすぎないというか、やっぱりチークだからある程度ぼんやりとついてくれるのがいいですね。なんかチークってピンクとかだとやっぱり発色が弱い、なんかもっと顔を濃くしたい時には弱いこともあるので、そういう時に赤い系は使えるんじゃないかなと思ってます。次もチークなんですけれども、次がじゃじゃん、こちらキャンメイククリームチークティントの02番を購入しました。でこの2番っていうのがハッピーストロベリーという名前のカラーで、甘くウブなイチゴほっぺに仕上げるレッドのチークです。はい、またレッドかよって感じなんですけど、本当にこういう赤み系チークが私すごい気になってたのと、あとこのハッピーストロベリーっていうカラーはレッドなんですけれども結構ピンク味の強い感じなので、今からの季節爽やかに使うのにすごい使えるんじゃないかなと思って買っていました。私このさキャンメイクのチークティントってね買うの初めてなんですけど、まあチークティントっていうことはかなり色持ちが良くて発色がいいんじゃないかなと思っております。じゃあまず商品自体はこんな感じですね。すごい貝殻みたいなさなんかケースに入っていてめちゃくちゃ可愛いです。開けてみるとこんな感じです。めっちゃ可愛くない？なんかピンク目もあるけどちょっとオレンジ目もあるのかな。でこれ指に出してみると、はい、こんな感じでつきますね。手に出してみると、はい、こんな感じですね。あれ？思ったよりめちゃくちゃ発色がいいわけではないのかな。まあしっかりと発色してくれるんですけど、さっきのクリームチークの方が発色はいいかもしれない。で色味的にはこんな感じですね。めっちゃ可愛い。やっぱりね赤も入ってるんですけどかなりピンクに近いので、これほっぺたにちょこっとのせたら絶対可愛いし、なんかサイレンが鳴っている。まあ、ということでこれ2つともすごく可愛くないですか。このクリームチークが580円、でこっちのチークティントの方が600円なので、2つともかなり安いしかなり機能性もいいのでね、キャンメイクのこのクリームチーク系は絶対チェック必須です。じゃあ次はですね、じゃじゃん、こちらマジョリカマジョリカのジュエリングアイズ PK785 番を購入しました。このアイシャドウは1点1650円で購入しました。でこの PK785 番っていうねカラーが恥じらいっていうカラーなんですけど、マジョマジョって本当になんかね商品のカラーの名前がめちゃくちゃ可愛いんですよ。他にも主役って名前があったり、うぬぼれっていうカラーがあったりで、名前だけでも買っちゃいそうになるんですけど、これ色味がすごい春っぽくて可愛いなと思ったので今回このカラーを購入することにしました。最近私はねブルベコスメっていうか結構ピンク系にハマっておりまして、でもね今まで結構オレンジ系が好きだったから、まあ今も好きなんですけど、だからねピンク系が全然ないから最近ちょっとアイシャドウとかを集めてるんですよ。今回の恥じらいっていうカラーがこんな感じのカラー配色になってます。まずこれねケースもめちゃくちゃ可愛い。マジョマジョって本当に見た目がさこの乙女心くすぐる感じですよね。これ開けるとこんな感じです。結構全体的に薄めのピンクですね。ここはアイボリーっぽいパール感の強いカラー、これがピンクベージュかな、でここが薄めのピンクでここがブラウンみたいな感じなので、ここの色で引き締めると良さそうな感じです。はい、これ手に出してみるとこんな感じですね。ちょっとめちゃくちゃ可愛すぎて私テスターしながらめっちゃテンション上がったんですけれども、全体的にかなりラメがパール感が強いです。特にねこの一番明るいカラーがもうラメがゴリッゴリに入っててもうやばいんですけれども、でねこのピンクの感じもめっちゃ可愛いし、これさピンクなんですけど結構目力もアップさせてくれるようなカラーですね。すっごい可愛い。なんかこれパール感強いんですけどラメが大きすぎないというか、かなり細かいラメがいっぱい入ってくれるので上品な感じになるんじゃないかな。ちょっと実際にテスターしてみた感じがかなり可愛すぎて、ちょっと1650円とねなんかプチプラにしては結構高いアイシャドウなのかなって思ってたんですけど、すごいこれ気に入ったわ。ちょっともうこれ早くメイクするのが楽しみでたまらないので、またねこれメイク動画とかで使うと思うのでぜひね見てくださったら嬉しいです。そしたら最後はですね、ちゃちゃん、こちらマカロンパレットのミラクルチェンジヘアカラーレッドフォリックというカラーを1袋280円で購入しました。このねヘアカラートリートメント多分昔使ったことあるかなないかなわかんないんですけど、これずっと気になっててね動画にもしてみたいなって思ってたら薬局で見つけたので
と購入しちゃいました。結構こういうのはドンキでは見るんですけど、薬局で見かけることはなかなかないのでね、嬉しい。これはですね、5分で髪色をチェンジできるトリートメントのヘアカラーです。はい、裏を見ていただければ分かる通り、結構ね発色するヘアカラートリートメントなんですよ。すごくない？私だったらもうこれくらい赤に染まっちゃうんじゃないかなと思うんですけれども、こういうヘアカラートリートメントってすごく発色がいいのに髪も傷まないし、1週間くらいで落ちるから、ちょっとだけねこうイメチェンしたいなって時に使えるから、私めちゃくちゃ好きなんですよ。で結構 30g ずつとね結構少なめに入ってるから、全体的じゃなくてこうさ一部分だけ赤とか違う色にしたいなって思った時にすごく使えるから、なんか大きめのカラーバターとかもすごいいいと思うんですけど、私はこういうねこう個包装のヘアカラートリートメントすごく好きです。このマカロンパレットもね結構いろんな色があるんですけど、私はやっぱりね赤毛っていうか赤い髪色が好きなので、今回レッドホーリックを買ってきました。またねちょっと動画でヘアカラー動画の時に使いたいなと思ってます。まあヘアカラーいっぱいね今家にあるから、いつ染めることになるかわからないんですけれども、またねこれも楽しみに見てください。はい、とこんな感じで今回のドラッグストア購入品は以上になります。もしね何か用事があればついでにさコスメとか買うのもありなんじゃないかなと思ってます。はい、ということで今日の動画もいかがだったでしょうか。ハンドソープね気になる、ちなみにまだめっちゃいい匂いします。はい、ハンドソープ気になるって方とかコスメ可愛いねって思ってくださった方、チャンネル登録と高評価お願いします。 YouTube の他にも Twitter、Instagram もしておりますので、ぜひフォローをお願いいたします。ということで今回も最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。バイバーイ。